まーす。今日は、ね、天気がいいので久々に株を外に出しました。ちょっと紹介、まあ大した紹介じゃないですけどね、紹介しようかなとね。天気がいいからビートルも日干ししております。はい、で株で、カスタムっちゅうカスタムは全然してないんですけど、まあ見た感じでわかると思いますが、まあ、フロントフェンダー取っ払いのこの辺のカバーも外して、レッグシールドはねカットしてるんですけど、カットだけです。本当にこれはハーフカウルっぽい感じになってて、エンジンノーマルのいじくったとこといえば、タイヤとスプロケを変えたぐらいかな。でもともとこのバイクは、仲間とミニ耐久モトクロスのレースに出るために、まあ、1人5000円ぐらいずつ出して買った2万3000円ぐらいの株で、年式は86年だったかな、まあ C50 なんですけど、なんで買ってから一度もナンバープレートとかつけたことがなくて、買っていきなりぶった切られたっていう、ちょっとかわいそうな株なんですが、まあモトクロスも最近はやってないんでナンバーでも取ろうかなと思ってるんですけど、まあ、ご覧のようにテールランプもありませんので、ナンバーブラケットとかつけなきゃダメかな。タイヤもね微妙に飛んだり跳ねたりしたんで、なんかねガタガタしてるんですよね。だから一回まあバラしてかな、やんないと。タイヤはね意外とこれも当たって、あ、ちょっと触れてんな。タイヤはまあまあギリギリ、リアはギリギリすらずに入ってるんですけど、うん、あとスタンドか、スタンドいるな、うん、まあちょっとねエンジンかけてみてかかればいいですけど、ほとんどあとはね何にもしてないんです。でこの車体で一応仲間と90分耐久レースとか出て、奇跡の1回優勝っていう信じられないですけどね。ここもねもうね中ないんですよ。これ自分で作ったヘッドライトカバーなんですけど、ライトもないから、もうなんかここはこのままでこの辺にライトつけようかな。うん、なんかでもねレース用にしたバイクを公道で走らすっていうのは結構なんかロマンがありますよね。かっこいいな。うん、そうなんで、まあこのハーフカウルは結構これどっかで買ったのって言われることたまにあるんですけど、ほんとぶった切っただけなんで、なんか真似したい方いたらこんな感じで。てるんでよくわかんないんですけど、あ、なんかサビの感じがねステップワゴンと似てるな。でもあのカブのサビはこれリアルサビなんで、なんか味出たな。これでね街乗ったらいいっすよ。マフラーはなんかダックスとかのアップマフラーつくんですかね。どうなんだろう。アップマフラーにしたいな。なんでまあノーマルの株買えばストリップすると誰でもここまではなんかちょっとカスタム感が出るんで、なんかお手軽ですよね。
どうでしょう。どうすか。こんな感じで。どうでしょう。次回はエンジン始動してみます。ではでは。